Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは、ラブです。今日はですね、ちょっと前に、インスタの方でメイクのね、写真を出したところ、久しぶりにラブさんのメイクの動画が見たいってリクエストいただいたので、ちょっと今日はね、珍しくワークショップに行こうと思うので、メイクを今からするので、次にちょっと撮ってみようかなと準備をいたしました。でですね、ベースメイクの方はもう前回の動画で全部説明しているので、MAC の新しいファンデーションを使っております。で、今回もその時にやっぱりいいなっていうスポンジでの、ブラシじゃなくてスポンジで、つけてみました。で、こっちもね、セムの、コンシーラーでシミをある程度まで消して、モイストラボのパールタイプの、パウダーのじゃなくて、ルースパウダーのお粉をちょっと、コンシーラーのところ、ここはディオールのコンシーラーやってるんですけども、の上を少しだけ、ここだけ、パウダーをしてます。で、眉は、このね、最近はずっとこの MAC のウェッジというね、昔から持っているシングルアイシャドウなんですけれども、こちらを、ブラシで初めにさささっとやって、その後に、この眉尻だけをメディアの筆ペンタイプの眉ペンっていうのわかんないけど、あれで書き足しております。もう時間ない時とかはもうそのペンだけで書いたりとか、もうこのシャドウだけでね、この筆を変えてここをシュッてやったりとか、まあいろいろパターンはあるんですけども、今日はそういう感じでやりました。あ、ちなみに髪の毛ね、だいぶもうブリーチの部分がここまで降りてきているので、そろそろ髪の毛を切るか染めるかしようと思ったんですけども、ここもブリーチのところね、だいぶ暗くね、全体的に先月に染めてたんだけど、それがブワーって明るくなってきたので、そういえば数年前あれ去年かな、わかんないけど、カラポでね、カラポップのメインイベントっていうやつだったと思うんだけど、ヘアカラーのクリームが出てたんですよ。で、それをやってみようっていう動画を一回出したことがあるんですけども、それが半分残ってて、その一回しか使ってなかったので、それをもう使ってしまえと思ってやったら、意外とね、綺麗に色がここ入りました。まあ、ちょっとここの段差はあれですが、まあキンキンよりはいいかなと。ちょっともうオレンジっていうか、なんか変な黄色っぽいブリーチの跡になってたので、それよりはこの赤茶の方がいいかなと思って、はい、今はこんな感じです。はい、まあこれぐらいにして、今日はなので、ベースも前も終わっているので、アイメイクとチークを最後やっていこうかなと思っています。で、今日は昨日の夜にものすごい風が吹いたのか、めっちゃ寒くなって各地で雪が積もっているみたいなんですけれども、ただすっごいいい天気で、春っぽい、なんかちょっと黒着てしまったんだけど、寒いから。でもこの色味的に暗い色はもう使いたくないなっていう季節なので、久しぶりにこのカラポのなんだっけ、フェードイントゥヒューという虹色のパレットと、今までいろんなやつで集めていたこれね、このカラフルパレットを持ってきております。なんかカラフルなことがしたくて。で、まずベースにですね、このマットな薄いオレンジ、これをちょっとブレンディングブラシみたいなものでベース、ちょっと、むにゅ、あれ。これって、アップにできないんだっけ？これは後で編集でやりますね。これは、なぜ私はこれブレンディングブラシに取っちゃったんだろう。久しぶりのメイク動画で、テンパったか。うっすらと塗りたかったので、ちょっとこういうふわふわブラシの方がちょうどいいんだと思うって言い訳。
目が詰まった固めなだとしっかり色がついちゃってふんわりしないので、これぐらいでベースはいいと思います。でどうしようかな。それよりはちょっと濃い、なんかこのパレットばっかりで、これがね、どんな、うわ、すっごい色。これをつけるとかなり濃いね。ので、マットで、これ07番って書いているのは、どこのやつかな？これ多分ね、ロスに行ってる間にアイマッツで買ったような気がする。どこのかわかんないんだけど、これをまた同じブレンディングブラシにとって、さっきのオレンジよりは、ちょっと、これね、ここ、ちょっと濃いめです。目尻。もう最近は、もう薄いメイクが多いので、あんまりこんなにカラー使うこともないんだけど、でもたまにね、いい天気だとこういうやつを使いたくなります。はい。そしてちょっとキラキラさせたいので、このレトロドリームというこれを、こんなピカピカしたやつを、このさっきこっち濃いめやったので、こっちの内側、中心から内側に向けて指で塗ってきます。わかるかな？私の目には、目というか、ここで見るとピカピカな感じがすごいわかるんだけど。はい。で、もう上はこれぐらいにしとこうかな。最近はずっと上の色と下の色は同じ色を使うことが多くなってきたんですけど、昔は全部変えてて。でも今日は、久しぶりに変えます。この黄緑のポーズというピカピカをこういう薄い、なんていうのこれ、フラットブラシかな、ショートのフラットブラシにつけて押さえるように塗ります。まあ、あまり分かりにくいけど、こう横で見ると分かるみたいな。はい、よし、とりあえずアイはこれぐらいで。で、この間買ったっていうこのキャンメイクのクリーミータッチライナーね、02番のダークブラウンだっけ、ブラウンなんとかなんだけど、これね、やっぱりこれ2回目なんだけど買うの。一回目の時もちょっと下につくなと思ってたような気がするけど忘れてて、あまりにもアイライナーで調べるとこれが上位に来るので、もう一回やってみようと買ったら、やっぱり下につくのね、私の目の形では。なので、これを塗った後にアイシャドウとかで抑えるようにしたら、まあ、若干、まあ、マシかなという感じで。でも最近目が痒くてアレルギーで、あんまり、どうしよう。もうやらないどこうか。ちょっとね、やめときます。これね、こういうアイライナーです。とっても描きやすいんですけれども、まあ、クリーミーなだけあって、私のこの目の形で、ものすごい私はアレルギーで瞬きをするので、どうしてもここがね、茶色くなっちゃうの。まあ、そういう時はもうこういうさっきの、ここで使ったブラシのようなやつで、マットなパウダーとか、もう何もつけなくてもいいぐらいなんだけど、それでこう、押さえます。キュッ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 と。すると、まだちょっとマシな感じ。はい。ちょっとね、目が痒くて、
荒れているので、マスカラとアイライナーは今日は省いておきます。すいません。では、チークいきます。セザンヌのミックスカラーチークの01番。これ古いけど、まだあるはず。私は前、コーラル系のやつをよく使ってたんですけど、ちょっとピンク系も最近好きで使い始めました。で、前はこっから塗ってたけど、私はもう、ここ1ヶ月ぐらいはもう目の下からよく塗るようになりました。で、鼻ね、もうこれはもう何年もやってますが、ちょっと薄めに、はい。そしてこれめっちゃ久しぶりでしょ。私がメイク始めたぐらいで買ったやつがまだいっぱいある。あ、なんかラメが。 MAC のミネラライズスキンフィニッシュのソフト&ジェントル、超懐かしい。これをね、また持ち出してきて使っています。これハイライターで使ってるから全然なくならない。ここね、このブカッとしたやつ、えい。ついでにこれをペンシルブラシで取って、ここ塗ります。そして、目の下の黄緑が分かりにくくすぎるかな。なんかちょっと気になり始めたので、ちょっとさっきこれだったんだけど、色がつかないので、こっちにしてみます。これはマットの黄緑ね。こっちの方が発色いいと思う。分かるかな？こっちの方が全然リアルでは分かります。できました。はい。で、リップなんですけれども、この間インスタに載せたこのキャンメイクのムチプルティント05番、こういうカラーなんだけどね、これを使おうかなと思ったんだけど、もうインスタで言ったしね。で、その後にすぐまた買ったやつにリップ入ってて、それがなかなかまたいいのよ。それは何かというと、この間ね、初めて友達にアウトレットに連れて行ってもらって、このケイトスペードとのコラボしたクリニックのこのポーチに入ったミニセットをね、買ったのよ。これ可愛いでしょ。ケイトスペードのこのポーチも可愛いなと思って、中に何が入ってるかというと、まあ私が昔ベルギーに住んでる時に使っていた Take the Day Off のクレンジングバームね、あのクリニックの有名なクレンジングバーム、このサイズ、昨日からまたジムへ戻りましたので持って行って使ったら、久しぶりに使ったらやっぱ良かったです。うん、これまたなくなったら買うかも。で、なぜかクレンジングはもう一個、オールバークリーン、リンスオフのフォーミングクレンザーっていうのが入っていて、なぜかこれもね、メイク落とせるって書いているのよ。で、こっちはまあクリームタイプ、これもあのナチュラルメイクだったら全然大丈夫だった。そしてモイスチャーサージ、これも有名なあのジェルタイプの、これね、保湿されるジェルに最後これがついてたの。このね、クリニックのオールモイストリップスティックっていうやつのブラックハニー、これどっかで見たことあるなこの名前と思ったら、なんかヤフーの US バージョンで見ていた時に、あのこれが一時期すっごい売れてたのね、このリップが。いいって言って、こんな感じ。これ一度塗りと重ね塗りしていくとどんどんまあ濃くはなってくるんだけど、
これ本当に保湿がすごくて、ちょっと今日これを塗ってみます。でも暗すぎるかな、このメイクにしたら。いや、これね、原品じゃなくてトラベルサイズなんだけど、使いやすい。これこんな感じです。いいね、あんまり暗すぎなくて。これなんかの持っているご自分のリップの上から重ねてもいいと思う。うん、ツヤが出ていいと思います。はい、どうでしょうか。あ、ちなみにこれ全部入ってそのアウトレットでは2200円で購入できました。これはいい買い物だった。はい、というわけで今日はまあ本当に寒いんですけれども、もう見た目はものすごいいい天気で春っぽい日なので、春っぽいメイクをやってみました。いかがだったでしょうか。気に入ってもらえたら本当嬉しいです。うん、なんか意外と、まあ、毎回ね、あのカメラ回してから何にしようかって考えちゃうんですけれども、意外とまとまったんじゃないかなと思います。うん、肌はねちょっとこの 1,2 ヶ月ひどくて、またもうここずっと吹き出物出てってっていうのは前回も言ったと思うんですけれども、うん、ではまあ、あのマックのファンデーションもカバー力なかなか高い方なので、うん、まあシミはあんまり、私のシミは消えませんが、はい、こんな感じで、やっております。また何かリクエストありましたらコメント欄に一応書いてみてください。やるかもしれません。はい、では最後まで見ていただいてありがとうございます。 Thank you so much for watching to the end and see you next time. Bye.